い、皆さんこんにちは、こんばんの、リオララです。本日の動画は、ジャニオタの遠征&ホテルでのあるある、イエーイ。私も結構ね、毎回ツアーは遠征したりしてるんで、結構頑張って考えたので、楽しんでもらえたらなと思います。じゃあ、早速やっていきます。せーの、ジャンピングゴー。朝早いから早く寝ようと思っても楽しみすぎて全然寝られへん。よし、明日も朝一で家出なあかんから、もうそろそろ寝よう。はぁ、早く寝ないと。積んだ、これ絶対寝られへんパターンや。どんだけ眠たくても秒で起きれる。よし、オッケー。よし、ほな準備しよう。ライブ当日はオタクに敏感やから、スーツケース持ってる人がおったら全員オタクやと思ってまう。あー、やっと東京駅着いた。あ、ただのサラリーマンか。行きの新幹線ルンルン、ウキ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 。いやー、博多向かうね。楽しみ、マジで楽しみ。ちょっと一人とこ、ゆうとくん待っててね。行きの新幹線でトイレ行くとき、同じ車両のオタクと目合えへんようにする。やばい、ちょっとトイレ行きたくなってきた。ちょっと行ってくるわ。すいません、すいません、取ります、すいません。帰りの新幹線、顔死んでる。ここ座席、オッケー。遠征先でグッズ買い足して帰り道後悔する。やばい、やばい、きつい、無理、こんな絶対持って帰られへん、きつい。行きの新幹線や夜行バスが同じだったオタクを会場で見かけたら運命感じる。開演まであと2時間や、もうちょっとや、マジで楽しみやな。ちょ、見て、あの子、池の役場一緒やったやん。そう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 、山田さんと有岡さんのあの二人やで。やばい、めちゃめちゃやった。友達なのかな。家族やバイト先に渡すお土産は一番安くて一番有名っぽいやつを適当に選ぶ。やばい、もうお土産買う時間ないって。ちょ、あと10分でお土産選ばなあかん。え、ちょ待って、どうしよう、一番安いやつ、あ、670円、これでええわ。これバイト先と家族、これでええ。もうこれ有名そうや。コンサートがメインやから地方の名物も食べへんし、観光してる暇もない。あー、お腹減ったな。なんか昼ご飯そろそろ食べる。え、博多って何が有名なん。あ、博多ラーメン。あ、博多ラーメンな、絶対美味しいやん。うわ、食べた、バリ食べたい。よし、ファミマ行こう。キャリー置き場所困る。最悪、マジでキャリー預けるとこない。駅のとこのコインロッカーも、あっちのコインロッカーも、あと、あのショッピングモールの方も全部満パン。最悪、マジで。どうしよう。ちょ、ここら辺の草むら置いといたら誰かに取られる？キャリーにトートバッグかけてずり落ちる時のイライラ。ちょ、ホテルそろそろ向こうや。ああ、もう。基本的にタクシー移動。ああ、マジでコンサート楽しかった。めっちゃ盛り上がったよな。ちょ、マジででも疲れたからそろそろホテル行く？え、ホテルまで7駅？乗り換えあり？よし、タク呼ぼ。電車の乗り換えわからんから周りのお宅について行ったら大体会場着く。ちょ、どこまでの行き方わかる？やんな、わからへんよな。あ、お宅みんなこっちおるからあっちや。よし、あっち行こう。会場からかなり離れたホテルに泊まっても 100% お宅一組はおる。やっとホテル着いた。ちょ、バリ遠ない？ちょ、もっと近いとこで予約したらよかったな。バリ遠い。絶対こんなところジャンプタウンうちらだけやって。いや、おったわ。こんにちは。めっちゃびっくりしてんで。パジャマ忘れる。めちゃくちゃ広いやん、このホテル。めっちゃいいやんか、ちょっと。ちょ、もう汗かいたからさ、早速ちょっとお風呂入るわ。ちょ、待って。え、このホテルってパジャマ置いてる？置いてない。最悪。持ってくの忘れた。もう最悪。ちょっとパン位置で寝るけど、金銭取ってな。ホテルで始まる時短の立ち位置確認会議。はい、集まってください。立ち位置の確認します。フロートが今回3曲やって、どっち側から？ゆうとくんは一塁側からやって、まずはな。井野が三塁。オッケーオッケーオッケー。ほんじゃあ次、明日は、もうこのパレードが始まるの前ですぐ準備しとかないと。もう遅れるから。ちょ、ほんまに覚えときは絶対メモして、メモして。紙とペン。ほんで、違う、ウィーケンをバックしてで、うん。2曲目からもうフロート来てたやん。だから、チェックアウトギリギリに目覚める。え？やばい、10時半、ちょ、起きて。やばい。あと30分でここ出なあかん。ちょ、急げ。チェックアウト基本朝やから、開演の5時間前とかに会場ついてまう。ちょ、もう行って、待って。会場まだあと5時間もあんで、どうする？一旦フードコート行こうか。
はい、以上ジャニオタの遠征先とホテルでのあるあるでした。ほぼ全部実話です。まあ、私がもう何回も経験してるようなことやから、みんなも結構共感してくれるんじゃないかなって思います。この動画を見てもうコンサート思い出してもうたやん、何してくれんねんって思った人は高評価、いやー全然共感できへんな、とりあえず飯食ってくるわっていう人は低評価、チャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。以上リオララでした。バイバーイ。